いやでも今日組手ありましたね。これでもね、あんまり見れなかったんですわ。なんでもプロブレム X が、まあ強いからねあの人。でもなんかね、俺優勝はなかなかエボはしたんだけど、そっからなんかあんまり優勝はしないっていうイメージだったんだよね。トップ8とかまでは上がってくるけど、でも今回ちゃんと勝ち切ったね。さあアレックス出したんでしょ。アレックスの試合、アレックス対パンクカリの試合はちょっと見た。倒したメンツすごいよね。アレックスをねピン刺ししてくんだよな。普通にユリアンとかにも使ってくるからね、アレックス。あのメインキャラの調子が悪い時とか、ああいう使い方する人 もいるんだな。そう、もともとベガでキャミーはすごいきついと思ってて、ホンダが出るときについにキャミーに行けるキャラが出てきたっつってなんか喜んでたんだよね。プロブレム X、 孫に対してついにお前に行けるキャラが俺の元にやってくるっつって、まあその時孫さん勝ってたんですけどね。まあプロブレム X、 そう NL が向こう行ってるからね、練習できないんですわ。俺ら魚群と当たるからさ、明日キャミー戦ちょっとやりたいんだけど、 NL いない。ちょっと、はい、急ぎます。グッドエイトスクワットはね、